エフゲニア・オレゴブナ・ナカナエワは、ロシアの新体操選手。身長170センチメートル。ガスプロム所属。ニックネームはジェーニャ。オムスク出身。ジュニア時代に4カップ個人総合3連覇を果たす。2007年までは、オルガ・カプラノは、ベラ・セシナに次ぐロシア3番手の選手だったが、2008年になり急速に力をつけ、ヨーロッパ選手権で世界女王。 アンナベッソの場を破り優勝すると勢いそのままに北京オリンピックの個人総合で金メダルを獲得した。2009年から2011年にかけての世界新体操選手権において史上3人目となる個人総合3連覇を達成。そのうち2009年大会では史上3人目となる個人全種目完全制覇を達成。2011年大会では 史上初となる二度目の個人全種目完全制覇を達成した。2012年ロンドンオリンピックでは史上初となるオリンピック個人総合2連覇を達成した。2012年12月4日、カナイワは現役引退を宣言し、全ロシア新体操連盟の副会長に就任した。百六十七年、百六十九年、百七十一年のマリア・ギゴは 1993年から1995年にかけてのマリア・ペトロバに次ぐ3人目。1987年のビアンカ・パノバ。1992年のオクサナ・コスティナに次ぐ3人目。https://jp.rbth.com/.articles/.2012/.12/.07/.40293。Com ありがとうございます。